皆さん、こんにちは。近年、ジャニーズ事務所からは退所者が相次ぎました。2023年5月、キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが、グループ脱退とともに退所しました。岸優太さんも9月末での退所が決まっています。また、5月には2021年に解散した元 V6 の三宅健さんが、8月末には、キスマイフット2の北山宏光さんが事務所を去っています。振り返ると、所属タレントの流出が顕著になったのは、2016年末にスマップが解散し、翌年稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんが新しい地図として再出発を図った頃からでしょう。その後、中居正広さんは2020年に個人事務所を設立しました。同年にはTOKIO の永瀬智也さんが年度末での退所を発表しました。退所の理由は様々ですが、おおむね所属タレントのままだと自分の思い描く活動ができないという方向性の不一致とも言えるものでした。一方で、一部で退所がささやかれつつも所属として活躍を続けるタレントもいます。 SMAP デビュー時の6人のうち唯一残っているのが木村拓哉さんです。 SMAP の独立騒動時、木村拓哉さんだけが事務所への残留を希望したため、グループは解散せざるを得なかったというのがファンの認識で、ファンの中には木村拓哉さんを悪者にする声もありました。しかし、当時メンバーの中で木村拓哉さんだけが既婚者で、娘2人もまだ10代前半。唯一、家庭を支える立場にあった木村拓哉さんが、足並みを揃えられなかったのは仕方ない面もありました。スマップ解散の経緯については、木村拓哉さん自身、悔恨の念も抱いていたことでしょう。ソロでの活動が本格化してから、木村拓哉さんの変容は周囲からも見て取れるほどだったといいます。木村拓哉さんのプライベートでの交友関係は、狭く深くが基本です。かつては事務所の後輩を引き連れて食事に行ったりする機会は限られていました。しかし、ソロになってからは、後輩を気遣ったり、アドバイスを送ったりする姿勢が目に見えて増えた印象だといいます。特に後輩の番組に番宣とはいえ、快く応じるなど、スマップスマップで見せたコント魂を発揮する機会も多々ありました。2023年7月、木村拓哉さんが MC を務めるラジオ番組のゲストに招いたのは、昨年10月に世界デビューを果たしたトラビスジャパンの宮近海斗さん、中村海斗さん、締めかけ龍也さんでした。ラジオという表舞台を用意しただけでなく、彼らのメンバー間トラブルの話題にあえて切り込んでいったりして、表面的ではない後輩との付き合い方をしている印象でした。そもそも自身のラジオにあまり関わりのなかった後輩を呼ぶということが、ファンにとっては新鮮に映ったようです。木村拓哉さんは他にも、KAT−TUNの亀梨和也さんとはサーフィンやサウナを一緒にする仲だといいます。亀梨和也さんからの当日のお誘いに気軽に対応したこともあったといいます。キスマイフット2の藤ヶ谷太輔さんには箱いっぱいの洋服をプレゼントしたこともありました。現在、木村拓哉さんは10月からスペシャルドラマの撮影を控えています。ソロで活動し、映画やドラマの主演オファーも絶えません。自分の仕事を全うするだけでなく、後輩たちにも活躍してほしいという心情を強く持っているのでしょう。スマップ時代に果たせなかったジャニーズファミリーを守るという思いが感じられます。退所という選択をしない背景には、後輩タレントとの関係性が希薄になってしまうことを避ける意味合いもあるといいます。近畿キッズの堂本光一さんは2021年のソロコンサート MC で、もしかしたら明日突然退所しますって言っているかもしれないと冗談半分で匂わせをしたことがありました。相方の堂本剛さんが突発性難聴を患い、長らく活動に制限がかかっているため、2人には解散説が報じられ、堂本光一さんと堂本剛さんの退所もささやかれてきました。近畿2人での活動はもちろん大切にしていますが、光一さんの中では主演を務めるミュージカルシリーズ「ショック」の存在が大きい。初演から20年以上経過し、今では脚本から音楽まで演出のすべてを担っていますとしています。自身の晴れ舞台なのはもちろんあるが、ショックはジャニーズジュニアの面々が経験を積む場としても機能してきました。
歌とダンスで見せるミュージカルの経験は、アイドルとして活動する上で大きな財産になります。そういったアイドルの魂をエンドレスに承継したいと思っているからこそ、堂本光一さんには対処の選択肢がないように感じられます。同様なのが岡田准一さんです。 V6 はすでに解散しており、グループ内ユニットカミングセンチュリーを組んでいた三宅健さんと森田剛さんは事務所を去りました。しかしソロでの活動は充実の一言です。放送中の大河ドラマどうする家康、NHK では織田信長を講演しました。ジークンドーなど3種類の格闘技の師範資格を持つ岡田准一さんは、この9月にアメリカ・ラスベガスで開催されたブラジリアン柔術の世界大会に参加し、クラス別で1勝を挙げました。格闘やアクションをふんだんに使った作品への出演にはみちる足しているようです。そういった自身の経験や知識を後輩に伝えていきたいとも思っているようです。都内のジャニーズ事務所のワンフロアには所属タレント専用のスポーツジムがあります。器具の選定などプロデュースしたのは岡田准一さんだそうです。後輩たちがいつでも使えるように、岡田准一さんのたっての希望で24時間利用でき、サウナも完備しています。ジュニアが主に使用していますが、岡田准一さんが顔を出して格闘技の手ほどきを行うこともあるそうです。ここまで紹介した彼らに共通するのは、後進の育成、交流を見据えている点でしょう。それが残ると決めた理由なのだろうと推測することができます。たくさんの人を巻き込んで迷惑をかけた結果、あの方は誰も幸せにはしなかった、人類史上最も愚かな事件だと思います、と述べたのは東山紀之さんです。2023年9月7日、ジャニーズ事務所は会見を開き、創業者ジャニー喜多川氏の性加害行為を初めて認めて謝罪しました。その上で藤島ジュリー景子氏の社長辞任と東山紀之さんの新社長就任を発表しました。東山紀之さんは会見でジャニー喜多川氏をあの方と呼び、性加害を断罪したのです。被害に遭われた方々、長きにわたり心身ともに辛い思いをさせたことを本当に申し訳なく思います。今後はこの事実に真摯に向き合うため、私は年内をもって表舞台から引退します。今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいく覚悟です、と表明しました。東山紀之新社長は数百人とされる被害者と真摯に向き合っていくことになります。会見には子会社ジャニーズアイランドの社長でもある井ノ原快彦さんも同席しました。社長を引責辞任した藤島ジュリー景子氏は代表取締役にとどまり、被害者への補償や救済などの業務のみを行うと強調しました。東山紀之社長は第三者を含めた委員会を設置した上で、被害者には法を超えた補償をしていくと断言しました。東山紀之さんはジャニー喜多川氏から性加害を受けたことはなく、先輩後輩から相談もなかったため噂として聞いていたと語っていました。ジャニーズ事務所の謝罪会見を受け、被害を訴えている元ジャニーズジュニアらで構成されたジャニーズ性加害問題当事者の会も会見を行いました。事実認定と謝罪と救済、この3点セットについては認められた、100のうち10ぐらいは楽になったと謝罪を評価する一方で、当時の話を隠蔽されている東山氏を残念に思ったという批判の声も出ました。ジャニーズ事務所が性加害の事実を公に認めたことで、ギネスワールドレコーズはジャニー喜多川氏に関する記録を公式サイトより削除したと発表しました。また日本航空や東京海上日動火災保険、アサヒグループホールディングスなど所属タレントとの広告契約の見直しに踏み切った企業も増えています。東山紀之社長は会見で改めてジャニー喜多川氏について次のように言及しています。自分の根本にあったものが全てなくなった思い、自分の人生の中でもこれほどの落胆はなかった、ましてやそれを隠蔽していた、生きている意味とかも含めて本当に考えました、やっていることは鬼畜の所業だと、今愛情はほとんどありません、と述べています。東山紀之さんの新社長就任について、当初は藤島ジュリー景子氏がよく知るジャニーズ外部の経営者を招く計画でしたが、断られた上、完全に外部の人間が就任すると
所属タレントたちが大量に離脱する可能性が強いと考えたようです。そのためジャニーズの長男と称されていた東山紀之さんに白羽の矢が立ったのだそうです。東山紀之さんはジャニー喜多川氏の性加害問題が表面化してからずっと長男として責任を感じていて、けじめをつけるため新社長就任を受諾したそうです。8月下旬、東山紀之新社長を囲む決起集会が開かれました。東山紀之さん、藤島ジュリー景子氏、井ノ原快彦さん、国分太一さん、そして木村拓哉さんが参加したといいます。その場で何を語ったのかというと、こういう社長の覚悟を持っているという話をしたそうです。周囲は驚いてはいましたが、ただその覚悟も感じていたようで、皆の同意もある程度もらえたのではないかとしています。当の井ノ原快彦さんは次のように述べています。びっくりしたのは引退されるということ。僕も木村さんも国分さんも東山さんの背中を見て育ちましたので、辞めないでほしいという思いはありました。そこまでの覚悟を持っているのであれば、みんなで力を合わせましょうというところで会は終わったと思いますと、その時の様子を語っていました。国分太一さんは昨春、株式会社 TOKIO の関連会社の社長に就任しています。木村拓哉さんを除けば、そこに出席していたのは事務所の幹部たちなのです。その会合に木村拓哉さんが呼ばれたのは事務所再建の最重要人物だからだといいます。食事会では今後の事務所タレントについて、新たなトップは木村さんにと東山紀之さん自ら伝えたと聞いています。東山紀之さんが木村拓哉さんにそう熱弁したのは理由があったようです。実はジャニー喜多川氏の性加害問題が明るみに出てから、木村拓哉さんは世界を目指す2人の娘さんたちの将来を考え、退所も選択肢に入っていたそうです。東山紀之さんは若い頃、木村拓哉さんとの接点はほとんどありませんでしたが、40代から接する機会が増えたといいます。結婚して子供たちが生まれたことや、グループ活動を経て自分だけが事務所に残ったことなど、境遇が似ているところが影響したのかもしれません。木村拓哉さんと彼の高校の同級生でもあるマツコ・デラックスさんと一緒にご飯を食べに行くこともあったそうです。東山紀之さんは木村拓哉さんの退所だけは絶対避けたかったのでしょう。木村拓哉さんを新たなジャニーズの長男に後継指名して今後を託したようです。当の木村さんは今回の会見が行われた直後、自身のインスタを更新、 Show must go on というコメントと敬礼のような決めポーズをした自身の写真を公開した。ただこの時期にジャニー喜多川氏のモットーを引用するとはと一部で批判も受けましたが、東山紀之新体制を全力で支え、今後のジャニーズの再建を共に担うという木村拓哉さんなりの強いメッセージだったのでしょう。しかしかえって一部のファンや視聴者を怒らせてしまいました。デーブ・スペクターさんが2023年9月11日自身の X 旧 Twitter に新規投稿。ジャニーズ事務所所属の木村拓哉さんがインスタグラムに投稿し、後に削除した Show must go on の期限について解説し、事務所の危機に当てはまっていると皮肉っていました。 Show must go on は性加害問題の渦中にあるジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川元社長の信念で、堂本光一主演の舞台ショックシリーズのセリフとしても登場します。7日に同事務所が会見を開いた後、木村拓哉さんは自身のインスタグラムに Show must go on のメッセージとともに敬礼ポーズの写真を投稿したが、現在は削除されています。デーブ・スペクターさんは削除されたが、木村拓哉が引用した The Show must go on、何があってもショーは続けなければならないは19世紀からある表現と説明していましたが、皮肉にも事務所の危機に当てはまっていると指摘しています。いかがだったでしょうか。今回は木村拓哉さんの近況について調べてきました。ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、日産自動車はジャニーズ事務所の所属タレントとの新規の広告契約をしないと明らかにしました。日産自動車は現在ジャニーズ事務所に所属している木村拓哉さんを広告などに起用しています。ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏による性加害問題について、日産自動車は
調査報告書及び記者会見の内容は、社内外に公表している人権尊重に関する基本方針に反し、非常に遺憾であり重く受け止めていますとコメントしました。当面の間、ジャニーズ事務所の所属タレントを起用した新たな反則物は展開しないと明らかにしました。木村拓哉さんの CM は続け、契約期間が満了した時点で改めて判断するということです。日産自動車は今後について、ジャニーズ事務所が行う改革や再発防止の取り組みを確認した上で、マーケティング活動の方針について判断していくとしています。一方で、ジャニーズ事務所創業者による性加害問題を受け、日本マクドナルドは12日、広告へのジャニーズ事務所所属タレントの起用について、現在の契約期間満了後は更新しない方針を明らかにしました。木村拓哉さんらを起用していました。同社はいかなる人権侵害も許容することはできないとしています。12日時点ではホームページや公式 YouTube で引き続き所属タレントを使った商品紹介の写真や動画を掲載しています。未だ出口の見えないジャニーズ事務所の問題。ただ、こういった企業の動きは至って普通のことであると関係者は語っていますし、一般の視聴者も納得するところでしょう。今後、ジャニーズ事務所と木村拓哉さんの動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。